ウベ・マー・ウーベ・オン・マーは、ドイツ国籍の写真家。広告写真のほか、ドキュメンタリーやエロティカも手掛ける。パリ在住。名前について表記の揺れが存在する。国際標準名称識別紙及び、フランス国立図書館ではウーブ・オメール、アリアンス・フランセーズはウーベ・オメールの表記を採用している。日本国内でもウーブ・オメールとして紹介されたことがある。1943年、ベルギッシュ・グラートバッハに生まれる。若い時期より写真に魅了され、14歳で最初のカメラを手に入れる。当初は鳥の撮影に興味を持っていた。18歳の時には鳥を諦めていたが、写真家としてのスキルは向上していた。カメラショップで見習いとして働き始め、すぐに副業として、ケルンのローカル誌の写真撮影も行うようになった。ローカル誌のスタッフが都合悪い時には、交通事故から結婚式まで何でも撮った。1962年、Photokina1962において、Deutscher Jugend Photo Preis受賞。1963年、パリに移住。広告写真家のジーン・ピエール・ロンゼルのアシスタントになる。フランス語を完璧にするまで、決してパリを離れようとしなかった。1966年、自前のスタジオを開業。主として女性雑誌のためのファッション写真や広告写真を撮る。1988年、コダックがオリンピック大会の公式プロ使用フィルムになった際、その広告写真を手掛ける。1991年、ダナ・ドーソンの CD ジャケットを手掛ける。1995年、大幅に方針を転換し、それまでとは違ったプロジェクトに着手する。翌年、千年期の終わりまでに、すべての大陸のあらゆる種類の家族を記録するために旅に出る。2000年、4年間で130カ国を訪問し、1000を超える家族にインタビューして帰国。本人公式サイトによると、ランドローバー、ドライフレックス、ポータブルスタジオ、助手一人、多くの地図とガイドブック、ただし電話、GPS システム、スペアパーツ、時計なしを使用したとのこと。2000年、パリに帰還。タッシェンは、カタログ、1000ファミリーズを出版。Photokina2000でこれらの写真が初公開されたのに、合わせたものである。以後、これらの写真の展覧会は、世界各地で開催されている。2002年、英国王立写真協会より名誉フェローシップに選定される。2003年、青年向け書籍、出版サロンを授与される。国際地理学フェスティバルより、プトレマイオス賞を授与される。2010年、ヨーロッパ40カ国の10代の若者とその家族を撮影するプロジェクトティームファミリーズを開始。その成果は2012年から2014年、各地の展覧会で公開されている。2013年、CRAFより写真国際賞を授与される。2015年、マッサ・マリッティマでタスカンフォトフェスティバル2015の一環として講演会。2016年、ウィキメディア、イタリア主催の写真コンテストウィキラブズ・モニュメンツの審査員を務める。現在、フランス本国と海外領の10代の若者のアイデンティティに関するプロジェクトに取り組んでいる。出展、1976年から1997年にかけて、ナナ・マスクリー、ジョアン・ブラキン&両川崎、ラベル、ディアナ・ロス、ノーナ・ヘンドリックス、ベロニーク・リビター、ウルスラ、B、アンソニー&オザ・キャンプ、ランジエ、ダナ・ドーソン、ゼファー、ステラ・スパイス、ボブ・ボールドウィンのジャケット写真を手掛ける。ブラック・レティースに、セネガル共和国の初代大統領であり、詩人としても知られるレオポール・セダール・サンゴールが序文を寄せている。ありがとうございます。